月曜日って憂鬱だよね。祭日。知ってた？日本で祭日のない月って6月と10月だけなんだって。へえ、そうなんだね。じゃあ他の月は大体何か休みがあるんだ。その通り。6月と10月は1年で一番日曜日のありがたみを知る月でもあるのよ。あら、皆さんお揃いで何の話をしているのかしら。6月と10月はお祝いする日がないんだって。そうなんだ。私も知らなかったわ。休みのありがたみって日曜よか土曜だよな。今日好きなこと目いっぱいやっても明日もまた大丈夫っていう安心感。僕もね、土曜日は夜更かししててもパパとママに怒られないんだよ。だから土曜日好き。みんなありがとう。私も休日。日曜が楽しいのは夕方までだな。僕も宿題忘れてたりすると大慌てでやったりするんだ。うわー、私だって休日なのに。私なんぞ毎週だぞ。ダジャレ。ねえねえ、火曜日何？アルミ缶の上にあるみかん。はあ、何？ダジャレ？うっざ。アルミ缶の上にあるみかん。ダジャレだね。はははアルミ缶の上にあるみかん。こんな低レベルなダジャレ笑えるか。くらえ。俺様のダジャレ、ホットケーキはホットケー。あと少し。あら、ごきげんよう。ねえねえ、火曜日ちゃん、俺とデートしてよ。あっち行け、ゴミ。それ以上近づくと害虫駆除呼ぶぞ。そんなこと言わないでよ。私ってもう少し足が細かったらモテるのにな。鼻があと3センチ高かったらモテるのにな。ウエストがあと5センチ細かったらモテるのにな。大勢つくと顔歪め、寝ながら食うと消化に悪い。ギャー、お前は言ってることとやってることが全部逆じゃ。走馬灯が見えます。最後まで見てくれたんだ。ついでにチャンネル登録もよろしく。